フランシスコヒメネス・デシスネロス。フランシスコ・ヒメネス・デシスネロス。フランシスコ・ヒメネス・デシースネロス。1436年から1517年11月8日は、15世紀のスペインの摂政、数期境。二度にわたって、スペイン王国の摂政の座に就いただけでなく、スペインにおける聖職者の後期粛清を行い、異端新問所長官を務め、 北アアフリリカのムーア人にに、に対すする十字軍活動を、起こすととももキリスト教教にも努めた。文化面でも、コンプルテンセ大学を創設し、聖書の多言語大役版を編集するなどの貢献をし、スペイン史に大きな足跡を残した。シスネロスの時代は、スペインの黄金時代の幕開けの時期にあたってり、歴史家、ジョン・エリオットをして、 スペインが世界の一大教国となれたことは、フェルナンド二世とシスネロス数奇教の二人に、追う部分が多いと言わしめるほどの人物であった。コンサーロヒメネスでシスネロスは1436年、カスティーリアのトレラグーナの貧しい一家に生まれたが、勉学に励んで、アルカラデエナーレスとサラマンカ大学で学んだ。1459年スペイン数奇教団の施設として、 ローマに派遣され、同地での活躍によって、教皇シクストス四世の目に留まった。教皇の引き立てにより、スペインで聖職力を受けられる旨を記した。特別書簡携えて、スペインに戻ってきたのは1465年のことで、あった。書簡にはシスネロスをウセイダの司教に取り立てる旨が記されていたが、当時のスペインにおけるカトリック教会の実力者、 カリオ司教はこれを拒絶。代わりに、シスネロスに自分の生殖力を与えると伝えたが、シスネロスはそれを受け入れず、自らの権利を主張した。あまりに徹底的に主張し続けたために投獄された。要求を撤回しさえすれば、すぐに解放すると言われていたにもかかわらず、シスネロスは主張を変えずに6年にわたって獄に居続けた。ここに至って、カリオ司教も、 シスネロスの不屈の投資に感銘を受け、彼が求めていた生殖力を与えた。シスネロスはようやく語句を出ることができたが、苦労の末に得た生殖力にはそれほどこだわることく、すぐにそれを手放すと、シグエンサ指教を面倒さする気教のもとでシグエンサの生殖力を受けた。シグエンサでもその働きぶりを称賛されたシスネロスは、そのまま生殖者としての栄達の道を突き進むかの、 ように見えたが、1484年に突然フランシスコ会に入会した。この時、財産を手放しただけでなく、名前をゴンサーロからフランシスコに変えるほどの強い決意を示し、トレドにできたサンフアンデレージェス修道院に入った。フランシスコ会員としてシスネロスは、通常の企業や製品では満足できず、他の会員よりも厳しい禁欲生活を自らに課した。 後にシスネロスは世俗の権力の頂点を極めることになるが私生活では死ぬまで徹底した製品と金欲の生活を貫き通した。後に飲酒師として修道院に近い森の中の家で木僧生活を送るようになったシスネロスであったがかつての上司であった面倒さすうき教は彼のことを忘れていなかった。トレド大司教として スペイン聖職社会のトップに立った面倒さが、イサベル女王の調剤司祭として、シスネロスを推薦したのである。シスネロスは、フランシスコ会員としての製品の生活を続けさせてくれることと、必要な時だけ王宮に赴くことを条件に、これを受けた。王妃の調剤司祭という地位は、宗教的な意味だけでなく王妃の私的顧問という面において、政治的にも重要なポストであった。 シスネロスの高潔な人格と製品の生活は王妃に強い印象を与え、すぐにその信頼を勝ち取った。1494年、シスネロスはフランシスコ会のスペイン地区長に任命された。1495年に面倒さ数奇教が用去ると、イサベルは教皇アレクサンデル六世に対し、シスネロスをトレド大司教に推薦した。トレド大司教の地位は、 当時のスペインにおいてどんな貴族も及ばないほどの影響力を持った重要なポストであった。シスネロスはトレド大司教になった後も質素な製品生活を続けていたため、ローマ教皇庁からはポストにふさわしい過微な生活をしてほしいという苦情が出るほどであった。フランシスコ会員としてもカトリック教会の聖職者としてもスペインにおける最高の地位についたシスネロスがまず取り組んだのは、 スペインのフランシスコ会の改革であった。主観していた規律を正すため、司祭会員に対して、最大を禁止認知の小教区への定住を求めた。当時の司祭たちの間では、認知がありながら、そこへ赴かずに、生殖力だけを受ける、不在生殖力が大きな問題に行っていたためである。司祭が認知に定住することで、初めて司祭たちは信徒に対し説教を行い、 国会を聞くなどの私牧活動が行えるようになった。1498年には、フランシスコ会員のみならず全ての修道会司祭に対して規律の粛清を求めたが、当然、反発が生じた。シスネロスの改革に反対し、400人に上る最大司祭と修道士が妻を連れて、アフカへ逃れ、イスラム教徒になったとされている。シスネロスの改革の徹底ぶりと、 既得権益を守ろうとした司祭たちの反発を受けて、ローマ教皇庁の修道会館活者がシスネーロスに対し改革の緩和を求めたが、シスネーロスは聞き入れなかった。何よりシスネーロスを信頼し、聖職者の好奇粛清を喜ぶ王妃の後押しがあったため、ローマとしてもそれ以上口を挟むことができなかった。1499年、シスネーロスは、 イタン新聞書の官僚たちと共に、グラナダに赴いた。グラナダでは、タラベラ大司教が、イスラム教徒の回収事業に取り組んでいたため、シスネロスもこれを支援しようとしたのである。タラベラ大司教は、教育によって緩やかにイスラム教徒を、キリスト教に回収させようとしていたが、シスネロスはこれに満足できず、早急な回収を求めた。さらにグラナダに保管されていたイスラム由来の書物で、 医学書以外のものの焼却を決定したことから、不満を抱いた、グラナダのイスラム教徒たち、ムデハルが決起した。これが第一次アルプハーラス反乱である。暴動はすぐに鎮圧され、イスラム教徒たちは回収するか、国を出るかの日者択一を迫られた。ほとんどの者のが回収を受け入れ、シスネロスは、イスラム教徒を一掃したと報告しているが、 表面的に回収した人々の問題は長きに、渡ってくすぶり続けることになった、スペインに単新聞参照。イスラム教徒から見ればシスネロスは、ボー以外の何者でもなかった。1504年11月26日、イサベル女王が死去。フェルナンド2世は、義理の息子フェリペ一世に、カスティーリャ王位が譲られることに反対したため、シスネロスが間に立って仲介し、 サラマンカ協定でフェリペをカスティーリ王とすることで決着した。フェリペが1506年に亡くなった時、フェルナンド2世はナポリにいたため、シスネロスは摂政として国王不在のスペインを取り留め、後位貴族による反乱計画を未然に防いだ。1507年フェルナンド2世はこの功を称えて、シスネロスをカスティーリとレオンの異端新問長官に任命し、 数奇脅威が与えられるよう圧戦した。次に、シスネロスが取り組んだのは、北アフリカのイスラム都市オランの攻略であった。この計画は、シスネロスの宗教的な情熱とフェルナンド二世の経済的野心が一体となって推し進められた。シスネロスが取材を投じて派遣した、先発隊は1505年に、コーアン都市メルス、エルケビールを占領。 1509年にはシスネロス自身も本体と共にアフリカに向かったがメルス・エルケ・ビールが自然災害の影響で壊滅的な打撃を受けたためスペインに戻った。シスネロスはフェルナンド2世にさらなる軍資金の出資を願ったがオラン占領以上の戦闘拡大を望まなかったこととイタリア情勢が気がかりであったという二つの理由でフェルナンド2世は 軍資金を出さなかった。1516年1月28日、フェルナンド2世はシスネロスを16歳の若き王子、カルロス、外孫、後の神聖ローマ皇帝カール5世の貢献役に指名して世を去った。カルロスは当時フランドル地方で生活していた。王国内におけるシスネロスの地位は不動のものであったが、カルロス王子の側近であったフランドル出身の 貴族たちがスペインにやってきて、カステイリア貴族たちとの間に不穏な空気を、生み出し始めたことがシスネロスを悩ませた。1517年、カルロスが、カイロスペインに到着、アスティリアス近郊に上陸した。シスネロスは、一刻も早く、カルロスに越見して、前後策を協議しようと望んだ。しかし、カルロスの元へ向かう道中で病に倒れた。 毒を盛られた疑いも捨てきれない。床についていたシスネロスのもとに届いたカルロスからの信書はこれまでの働きに感謝し、摂政の職を解くという、そっけないものだった。この手紙を受け取って間もなく1517年11月8日、シスネロス数奇卿はロアでこの世を去った。シスネロスは政治家として一度決めたことは徹底的にやり通すタイプであった。 特に正しいことであると確信したことに関しては、自分や他人にとって不利になることでも貫徹した。だが、聖職者の腐敗が目立った中世において、シスネロスのような好意聖職者にして、人格高潔の人物がいたということ自体が、動目すべきことであった。彼は、自分の地位に伴って入ってくる収入のすべてを、自分の教区民の便利のために使用した。資材によって国内に、 多くの教育、保健施設を建設し、維持費を支払った。彼は人生の全てを自分の宗教と自分の国民のために費やしたと言っても過言ではない。政治活動の合間に進学論議に加わることが彼にとっては息抜きであった。1500年に創立され、1508年に開学したアルカラデエナーレス大学。 現マドリードコンプルテンセ大学もシスネロスが中心となって財政援助を行ったことで知られる。同大学は1836年にマドリードに移転した。現代でも旧大学跡地にはそのまま移行が残されている。シスネロスは進学関係の書物も多く表している。トレド大聖堂の設立もシスネロスの業績である。さらに重要な業績として、 多言語大約聖書の編纂が挙げられる。それは聖書本文を6カ国語、アラム語、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語を含むで同時に参照できるようにしたものであった。本文だけで5巻にも及ぶ対策で第6巻としてヘブライ語語集が収められていた。1502年に着手された同事業は1514年に新約聖書が完成し、 1517年4月に旧約聖書がまとめられて、すべてが完成した。王の聖書と呼ばれることになる。この聖書は、教皇令を10世に捧げられたが、シスネロス自身は出版された聖書を見ることなく、世を去った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。